皆さんこんにちは。魔性の女でおなじみの高岡早紀さん。高岡早紀が極秘で撮影された幻のビデオが流出していた実態や過激な行為内容や共演した人物の正体について紹介します。まずは高岡早紀さんの経歴とプロフィールから紹介します。高岡早紀さんは神奈川県藤沢市出身の女優モデルとして幅広いメディアで活躍しており、10代でファッション誌のモデルとしてキャリアをスタートさせ、1988年に CM デビューを果たしました。以来ドラマ、映画、バラエティ番組、舞台などでその才能を発揮し、今なお高い人気を誇っています。彼女はその美貌と演技力で確固たる地位を築き上げましたが、プライベートでは魔性の女とも称され、波乱万丈な人生を送ってきました。俳優の保坂直樹さんとの離婚、ミュージシャンの布袋寅泰さんとの不倫騒動、実業家の松村敦久さんとの熱愛報道など、多くのスキャンダルが話題となりました。高岡さんと保坂直樹さんが出会ったのは1990年代のこと。2人は芸能界を代表する美男美女カップルとして注目され、1998年には結婚に至りました。結婚後2人の間には2人の子供が誕生し、芸能界きっての理想の家庭として多くのファンに祝福されました。しかしその幸せは長くは続きませんでした。2004年、高岡さんと保坂さんの離婚が報じられると、その原因として布袋寅泰さんとの不倫が浮上しました。布袋さんは当時別の女性と結婚していたことから、2人の不倫は大きなスキャンダルとしてメディアを賑わせました。当時保坂さんは仕事でマレーシアに滞在しており、日本国内での混乱を電話で知ることになります。高岡さんから、今帰りの飛行機を取れない、空港と家が大変なことになっていると連絡を受け、保坂さんはそんなことできないよと冷静に答えたそうです。しかし内心ではついにやってくれたなと彼女に対する怒りと失望を感じたと語っています。保坂さんはこの不倫騒動で特に許せなかったのは、家庭内の問題が企業イメージにまで影響を与えたことだといいます。当時夫婦で出演していた CM 契約先の企業に多大な迷惑をかけたことに強い憤りを覚えたそうです。離婚後のインタビューでは、家庭内別居の時期に子供たちに状況を少しずつ理解させていったと振り返り、ほくんは巻き込まれて大変だったろうなと子供たちへの思いを語りました。けじめをつけたいという言葉は布袋さんに対してではなく、実は高岡さんとの関係を終わらせるという保坂さん自身の決意を示していたといいます。彼はインタビューの中で、家庭内の問題が公になり世間を騒がせてしまったことには申し訳ない気持ちでいっぱいですと謝罪の意を示しました。離婚会見では高岡さんの男性問題について一切触れず、子供たちの母親だから悪く言いたくないと語るにとどまりました。その後保坂さんは子供たちの親権を持つこととなりましたが、彼はインタビューで家庭のことを話すのはこれが最後にしたいと静かに語り、過去の騒動に一区切りをつけたようです。離婚後高岡さんには新たな恋の噂が持ち上がります。2014年、年商250億円を誇る外食産業株式会社ダイヤモンドダイニングの創業者松村敦久さんとの熱愛が報じられました。当時高岡さんは松村さんと共に公の場で姿を見せ、彼のエスコートを受けての挨拶回りが注目を集めました。しかし双方は交際を否定し、親しい友人としての関係を強調しました。その後2人の関係は一時自然消滅したかに見えましたが、2019年には再び2人のツーショットがキャッチされました。この時も高岡さんは交際相手ではなく特別な友人として松村さんとの関係を続けていることを明らかにしました。2人の関係は単なる恋愛を超えた特別な絆として親しい友人たちの間でも知られており、互いを支え合う関係であることがうかがえます。松村敦久さんは高岡さんとの関係について、周囲には交際を超越した仲と説明しており、まるで家族のような強い絆を持っていることがわかります。高岡さん自身も彼とは互いに干渉しない自由な関係と語っており、
お互いに信頼し合い、ここの生活を尊重しながらも特別な時間を共有しているといいます。さらに2人とも異性の友人が多く、プライベートでは自由な時間を楽しんでいますが、会う時には誰よりも優先し、じっくりと時間をかけてお互いのことを大切にしているそうです。そんな2人の関係は恋人同士という枠を超えた大人のパートナーシップとして多くの人々に影響を与えています。高岡早紀さんは過去の離婚や不倫騒動といった個人的な問題だけでなく、出演した映画モンスターに関する未公開映像の流出疑惑も報じられています。この映像は映画の本編には含まれなかった過激なシーンで、まるでアダルトビデオのような内容であると噂されており、芸能界に新たな波紋を呼んでいます。2019年10月、高岡さんはドラマ「リカ」で主演を務め、永遠の28歳と自称する恋愛モンスター雨宮リカ役を熱演しました。この役は年齢や経歴など全てを詐称し、狂気待ちなまでに愛を追い求める女性を描いており、高岡さん自身も28歳の役ですと言われた時には驚きを隠せなかったといいます。私が演じることでどのような化学反応が起きるのか、今までにない高岡先を見せられたらと役に対する強い意欲を語った高岡さんは、視聴者を圧倒する演技で話題をさらいました。この挑戦的な役柄が高岡さんの女優としての新たな一面を引き出した一方で、過去の作品に関する別の噂も再び注目を集めることになりました。2013年に公開された映画モンスターで高岡さんは大胆な濡れ場シーンに挑戦し、その演技が評価されました。しかし映画の本編に収められなかった未公開映像が存在し、その映像が AV 制作会社と元芸能プロダクション代表との間で裁判沙汰になったことが報じられています。特にこの未公開映像はまるでアダルトビデオのような激しいシーンを含んでいると噂され、2019年にはこの映像の二次使用権をめぐる交渉が行われていることが判明しました。ブローカーが映像の二次使用権を持つ人物に対し3000万円を提示し、ネット配信の権利を買い取ろうとしたと週刊誌が報じています。この映像をめぐる争いは2014年、映画制作費を出資した AV 制作会社と元芸能プロダクション代表との間で泥沼化し、裁判に発展しました。元プロダクション代表は過去にもタレントの名前を使って詐欺行為を行い、AV 制作会社から1億7000万円を騙し取ったとして訴えられていましたが、被害者は泣き寝入りする結果に終わっています。この人物は西山さんというモデルを芸能界に売り出すために、芸能界のドンと呼ばれる人物に高級車を贈るなど豪快な手法で知られていました。また高岡さんのヘアヌード写真集のプロデュースにも関わり、彼自身の手柄であるかのように出版契約書を見せびらかしていたこともあったといいます。しかし2018年に西山さんが独立を果たすと、この人物は給与の未払いを告発され、業界での信用を失い転落していきました。さらに覚醒剤の使用で2度逮捕され、2021年4月に実刑判決を受けることになりました。2022年春に出どころしましたが、すでに業界内では誰からも相手にされず、行方をくらますことになったのです。現在この人物が行方不明であることから、高岡さんの摂取映像の行方も不明となっています。事情に詳しい関係者によると、この人物が最後まで手放さなかったのが映画モンスターの二次使用権だったといいます。実際複数のネット配信会社が契約しようとしたものの、金額が折り合わずに交渉は決裂したそうです。映画モンスターの本編では高岡さんがバストトップを晒すことはありませんでしたが、ベッドシーンのみを集めた未公開映像が存在するとされており、もしこれが流出することになれば芸能界にとっても大きな問題となる可能性があります。高岡さんの所属事務所はこれらの噂に関して一切のコメントを出していませんが、万が一適切でない形で映像が流出すれば、彼女のキャリアにも深刻な影響を与えかねません。高岡早紀さんはこれまでにも数々のスキャンダルや困難を乗り越え、
その度に女優としての存在感を発揮してきました。リカでの新たな挑戦により改めて女優としての実力を示し、ファンや視聴者の注目を集めています。しかし過去の映像に関する噂が今後どのように展開していくのかは依然として不透明なままです。彼女が過去のスキャンダルや困難な状況をどのように受け止め、どのように乗り越えていくのか、今後の動向から目が離せません。高岡さんは女優としての活動を続けながらもプライベートでの平穏を取り戻し、再び表舞台で輝きを放つことが期待されています。これからの彼女の活躍と過去の噂がどのように影響していくのか、今後も注視していく必要があるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。